こんにちは、アバブバイクストア須崎です。今日はミッドナイトスペシャルをご紹介します。ミッドナイトスペシャルは、昨年の12月に、ドカッと入ってきたんですけれども、もうすごいスピードでなくなってきましたね。あっという間でした。で、ドカッと入ってきたものがバーンと売れていって、ありがたいことに、売れてきましたけれども、もう次入ってくるのがですよ、今1台46っていうのの赤があるんですけど、はい、次入ってくるのは今年の夏以降です。夏以降、この意味わかりますよね。はい、すごくお待たせする可能性もありますので、はい、今日は、下準備としてどんなバイクなのかっていうふうなことを、どんなカスタムをしたらかっこいいのかっていうのも含めて、お客様のバイクでカスタムがありましたので、そちらの方を合わせてご紹介させていただきます。ミッドナイトスペシャルのブラック50というサイズのサイズ感になります。プロポーションご覧になってください。ほぼホリゾンタルになりますね。46だとこのバーが1本分下がってくるので、少しスローピングになります。そして、もうずっと、もうほとんど変わらない、コンポーネントなんですけれども、スラムのライバル機械式で、フロントシングル、ライバル1っていう風な形での、モデルになります。で、もともとはですよ、もともとはタイヤが WTB のタイヤだったんですけれども、ホライズンとか、を使って組まれていたものが、もう WTB の生産が追いつかなくて、最近は、テラベール、はい、このサーリーの親会社が作っている QBP クオリティバイスクルプロダクトっていう会社が、ミネアポリス、アメリカの、五大湖の5個大きい湖がある、その五大湖のシカゴの近くですね、のミネアポリスっていうところで、企画をしている、アメリカ全米で一番大きな、問屋さんがあるんですよ。自転車の問屋さん、自転車だけじゃなくてキャンピング道具、あとはウェアであったりとか、もう ありとあらゆるものがそこの会社にあって、まあ本当にそういう、外遊びの大きなハブみたいになっている会社があるんですよね。で、その会社のオリジナルの自転車がこのサーリーだったり、テラベールだったり、オールシティだったり、サルサだったりするわけです。で、そういう風な自転車、本当に一番大きな会社が、動かしていくサーリーっていうブランドだからこそできることがありまして、もう鉄の値段がめちゃめちゃ上がってたりとか、石油がこういう状態で世界情勢不安を招いているような状態だと、もうガソリンとかめちゃめちゃ高いじゃないですか。で、ガソリンが高くなると、本当にそれに乗じていろいろなものが高くなってきてしまって、締め付けが辛いなって感じることも多々あるとは思うんですけれども、はい、それでも、自転車乗ってる時って風を感じますし、気持ちいいんですよね。気持ちいいし、ストレスフリーだし、渋滞とかもほぼないですし、そういったところが自転車の、素晴らしいところかなって思っています。で、もうそろそろ小春日和のね、感じがじわじわと季節を、変えていってる雰囲気があると思うんですけれども、暖かくなってから4月5月新生活を迎えてから、いざ必要だなと思って買おうと思っても、もうその時にはほとんど
選べる状態ではない環境になってしまいますので、ぜひ今のうちに、はい、実はですね、もう、その夏の生産分まで予約が入ってきているような状態です。はい、いろいろと、もう本当だったらじっくり選んでいただきたいんですけれども、2022年度はですね、もう皆さんが幸せになれるぐらい、生産量が潤沢ではありません。なので、できるだけ僕らの方でも購入して、選んでいただけるような状況を作るんですけれども、もう買っておきますっていうふうにおっしゃる方がもうちらほら見えておりますので、前もってご相談いただければ幸いでございます。特にこのミッドナイトスペシャル、今日ローンチされる、また新たなバイクであったり、まあ、それはね明日紹介しますよ、新たにね、そういうのがありますので、はい、あと、スーパープロフェッショナル、オールシティのスーパープロフェッショナルとか、そのあたりについてはもう本当に選ぼうと思った時にはないですから、そこを、はい、できるだけ選んでいただけるように品揃えしておりますので、はい、今フレッシュバジル祭りになっておりますので、ぜひそこは、はい、ご相談お待ちしております。シングルスピード、まあ、ちょっとそれはまた別の時に話しましょうか。そうで、ミッドナイトスペシャルに関しては、まあ、このプロポーションがすごくいいというふうな部分と、うん、このタイヤのバランスがいい、今回のカスタムは非常に地味なんですけど、スラムのコンポーネントから、ブレーキをアウターが、ブレーキのアウターが完成車のものってジャグワイヤーっていうのがついてるんですよ。でジャグワイヤーってちょっと柔らかいんですよね、アウター受けが。でインナーはスラムなんです。でそれの相性が僕はグニュグニュするなっていう風な印象を受けるんですね。でスラムなんですけど、アウターワイヤー、インナーワイヤーをシマノに変えるだけでブレーキのフィーリングちょっと良くなります。はい、そのカスタムをしました。非常に地味で、地味な作業なんですけれども、そういうふうなことをやっております。なのでこのマットブラックになっているやつはシマノのアウターです。はい、それとサドルが変わりました。サドルは、純正のものから、はい、ジルベルソーの穴開きのものでアラビスというモデルですね、はい、の黒をつけさせていただきました。はい、こんな感じで、ミッドナイトスペシャル次回の入荷分の、はい、お問い合わせも今結構入ってきてます。で次のタイミングでは今度、GRX の、ブラックの、サンプルも出来上がってまいりますので、はい、もうまあそちらはもうすでに販売済みなんですけれども、カスタムをご紹介できると思いますので、はい、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。自転車楽しい乗り物です。特に、まあ、これから花粉も飛びますけどね、はい、でも風を感じながら、自転車乗るのはとっても、はい、気分がリフレッシュされると思いますので、ぜひ皆さんご相談お待ちしております。今日ご紹介した、バイクの詳細は下の詳細欄の方に載せておきますので、ぜひご覧になってください。それと、インスタグラム、ツイッター、はい、ブログ、この辺りをやっておりますので、ぜひ、チャンネル登録と、フォローの方を、していただければと思っております。じゃあ今日こんな感じで最後までご覧いただきありがとうございました。